バドミントン混合ダブルスのタ菓子ペアとして活躍した渡辺裕太27イコールビプロジーと東野有沙28イコールビプロジーが29日放送のテレビ東京系サンマさん。ここで問題です。回答者アカシアサンマ VS クイズさんに出演した。渡辺は13日に一般女性との結婚を発表。 東野も28日には元選手で現コーチの五十嵐優さん、29と5年間の交際を経て結婚したことを公表したばかり。40年ぶりにテレビ東京のスタジオ番組に出演したアカシアさんは、69から、二人は結婚して、次のロスゴリンに出ると思っていたが、と言われた。続けて渡辺は、奥様はやきもちは、と問われ、全くない、と即答した。 綿菓子ペアは福島、富岡一中の一学年違いで12年にペアを結成。21年東京、24年パリ五輪では銅メダルを獲得した。25日閉幕のジャパンオープンをもペアを解消。ペアで活動した13年間のうち、二人で食事に行ったのはうどんを食べに行った一回だけ。 とと、渡辺ががが答える万を含めてて出演者からは驚きの声が上がっていた。全日本社会人選手権9月6から11日鳥取から東野は五十嵐に登録名を変更して桜本綾子29との女子ダブルス渡辺が女子ダブルス世界ジュニア王者の田口真彩18との混合ダブルスで活動する。